今回は2010年式 BMW550i グランツーリズモのご紹介をさせていただきます。この車の走行距離は 2.2 万キロなんですけども、特に外装に目立った傷はございません。ただ運転席に少し2センチぐらいの傷と、フロントガラスに少しだけ飛び石がございますが、その他アルミホイールなどに関しても目立った傷はございません。お色はアルピンホワイトの色でして、内装はベージュですので、結構上品に決まっているお車となります。タイヤの溝なんですけども、だいたい前が5分山、後ろが6分山残ってますので、すぐに交換の必要はないかと思われます。続いてはトランクルームのご紹介をさせていただきます。ちょっと特殊なトランクルームの形なんですけども、容量は結構ありまして、大きな荷物もたくさん積んでもらえるかなと思います。で、後部座席を倒しますと奥の方にも荷物積めるようになりますので、ゴルフバッグでもお積みしていただくことができます。はい、続いては内装のご紹介をさせていただきます。エンジンはですね、ステアリングの左側にあるボタンでかけることができます。550i の専用装備として、まずヘッドアップディスプレイが標準装備となっておりますので、メーターパネルを見ずに前方を見ているだけで速度を確認することができます。ステアリングにクルーズコントロールがついております。なので長距離の運転も快適に行うことができます。運転席と助手席にメモリーシートがついておりますので、シートを動かさずにシートポジションを合わせることができます。ルームミラーの裏側に ETC がついております。こちらセンターコンソールのボタンにシートヒーターがついております。寒い時期でも快適に暖かくお乗りいただくことができます。純正の HDD ナビが装着しております。あと地デジもご覧になれますのでご安心ください。はい、オプションでパノラマサンルーフが装備されております。こちらのボタンでスライディングさせることができます。こちらのボタンを、上に押し込みますとチルトもすることができます。はい、今回は、2010年式 550i グランツーリズモのご紹介をさせていただきました。新車価格でオプションは抜きで、1100万以上するお車が今この値段で、買えてしまうので、ご検討の際はお早めにお願いいたします。ありがとうございました。